皆さんこんにちは、カタリストレーナーです。本日はこちらのオフィスチェアを紹介していきたいと思います。ゾウエイさんのザイチェアフィットという商品です。こちらのねオフィスチェアなんですが、2つもすごい優れたポイントがあるのでゆっくり見ていきたいと思います。ミリミリランド、1つ目がまずはデザイン性です。もうねこのすごくシンプルなんですけれども、スタイリッシュな形になっています。これね表面がこんな感じで、裏面をねくるっと回してあげると、ここにね綺麗なラインが入っていて、ゾウエイさんのマークも入ってます。非常にシンプルで、どこのオフィスに置いてもお家に置いてもね邪魔をしないようなサイズ、そしてカラーバリエーション4つあります。こちらグレーなんですけれども、チャコールとオリーブとクレイというねちょっと赤っぽい色も選べるようになっています。滑らかでね滞りのない感じなんですけれども、こちらがヘッドレストになっています。そしてここ腰のところがねカーブになっていて、人間工学に基づいているのでとても綺麗な形ですね。全体的にすごくね綺麗な形で丸みを帯びている形になっています。とんがりがねないのがすごくいいですね。そしてくるっと回していくと、ここもねすごくラインが綺麗になっています。埃もねあまりたまらない設計になっているのかなと思います。はい、こちらにはですね銀色のパーツが1本入っていることによって、よりすっきりとしたデザインに見えるようになっています。そして2つ目の特徴なんですが、長時間座っていても疲れない設計になっているそうです。というのもですね、人間工学に基づいた形になっていて、一人一人にねちゃんと合わせられるように8箇所、肘とかあとこのヘッドレスト、角度、そして腰の部分などね、いろんなパーツを調整することによって、一人一人にきちんとフィットした状態、そしてね人間が S 字カーブちゃんと描けていると疲れにくいというのをちゃんと再現できるように設計されています。こちらの背もたれの部分が、体にねきちんとフィットするように作られています。そしてこのヘッドレストですね、このヘッドレストがあることによって、しかも調整がねいろんな角度でできることによって、頭と首と肩を全体的にしっかりとサポートしてくれるようになっています。はい、では実際に座ってみたいと思います。みるみるランド、いいですね。すごいねあのしっかりと受け止めてもらっている感じなので、ちゃんとね座骨も立ちますし、あと横から見てもらった時にちゃんとまっすぐになっているかなと思います。はい、では1回転くるっと、すごい静かですね。静かだし安定してます。なんかあのちょっと疲れたなっていう時でもおぐるんとしてもちょっと楽しいぐらい静かにできます。はい、あとねこんな感じで簡単にリップライニングもできちゃいます。おー、これもいいですね。でこのキャスターでちょっとねこっちのテーブル、そしてねはい反対側のテーブルに行きたい時もこんな感じで簡単に静かに、そして傷もつきにくく移動ができるというね、これもいいですね。はい、ではね実際に8箇所もある調整ポイントなんですが、一つ一つ見ていきます。みるみるランド、はい、一つ目はねこの座面ですね。この座面の高さが調整できるということで、こちら右側のレバー2つあるんですが、この手前の方ですね、この前面の方にあるこちらのレバーを握ってあげるようにして、体重を動かすとここまでしっかりと上がることができます。そうするとね、例えばこういうちょっと高めのオフィステーブルですね、はい、こんな感じでしっかりとねフィットさせることができます。高さこれだけ変えられるので、でまた同じところをですねこう握ってあげて、今度座っている状態だと、おー、こんな感じでね簡単に好きなところでストップすることができます。でそうするとちょっとこの低めのテーブルですね、テーブルで作業したいなっていう時なんかにもぴったりと合わせてあげることができます。この部分で座面を上げたり下げたりすることができます。はい、ではね8個あるうちの2つ目の調整部分です。ここですね、腰の部分を調整することができます。あとねこことここ2箇所ここですね、ここを持ってあげて上にカカカカッと上げてあげると、この一番サポートされるのがこのラインになってきます。でこのラインをもう少し下にずらしたいなって思ったら、一個ずつね段階を経てこうちょっとずつ下ろしてあげることによって、自分の好きな位置に結構下の方までいきますね。ここまで、ここら辺まであったのがここら辺までしっかりと調整することができるようになっています。これちゃんとやってあげると
見た目ね、あんまり分かりづらいんですけど、本当に自分の腰のどこの位置に当ててほしいかが分かるんですよ。これ面白いなと思って、これなかなかない機能だなと思いました。すごいフィット感があります。レバーが一番下の状態はこんな感じで、これを上げていってあげると一番上に来るとここまでね上がるようになっています。3箇所目の調整部分はこちら座面の前後のスライドになってきます。はい、こちらね背もたれ側のレバーを使います。右側にあります。でこれを握ってあげてお尻をね前にずらしてあげるとここまで前に行くことができます。そしてこの固定されているのを外すのがもう一回握ってあげて、はい、こんな感じで後ろに戻すことができます。でこれもねちゃんと好きな位置でちょっとずつこんな感じで自分のいい位置にずらしてあげることができます。デスクワークの時にできるだけね引いた形でちょっと前にいる状態を作りたいっていう時は引いててよくって、もっとリクライニングしてゆっくりしたよっていう時はちょっと前めにしてあげるとこれがね楽な形でできるようになると思います。こちらのレバーで座面を前後させることができます。このレバーをしっかりと握ってあげることによってしっかりと前に出すことができます。あとはね位置を調整しながら自分の好きなところまでスライドをねしてあげられるようになっています。次、4つ目の調整ポイントいきます。リクライニングの硬さ調整というのがあります。リクライニングで硬さ調整できるっていうのが嬉しいですよね。こうリクライニングするとき今マックスで簡単にいくようになってます。こんな感じ、もうちょっと後ろにやってあげるとすぐにリクライニングできるようになっています。これを調整するのがちょうどね椅子の下の部分にあります。この座面の部分にあってこれをね回してあげます。右にひねってあげることによってどんどんね硬さが硬くなっていきます。でマックスまでひねってあげると、結構ねしっかりしたリクライニングの反応になってきます。いけるところまで来ました。そうすると座った時にちょっとねやったぐらいじゃね、ちょっとさっきこれぐらいでねもうねいってたんですよ力が。でちょっとこうなんか背筋運動みたいなのしないとこれだと、はい、こんな感じで結構ねリクライニング簡単にいかないような感じになります。でこれってやっぱり人の体重とか体型によってリクライニングのねしやすさ変わってくるので、自分がねちょうどいいなって思えるところをね選べることができるようになっています。このレバーを回してあげることでリクライニングの調整ができます。リクライニングのしやすさの調整ですね。これを今左側にひねっているんですが、左側にねじればねじるほど簡単にリクライニングができるようになっていきます。調整の5番目はリクライニングのロック機能です。こちらにですね左側ですね、また握る部分があって、握ってあげることによってロックがかかるようになっています。こう1回握ってあげると後ろにリクライニングしないような仕様にすることができます。場所によってロックを解除してあげることによって自分の好きな状態にストップすることができます。だからね、今一番マックスまでリクライニングしていきます。でこの状態で1回握ってあげます。でそうするとこの状態がねもうロックされるので、いやもうほんとお昼寝とかするのにかなりちょうどいいような角度です。これね125度です。でさらにこのロックをもう一回握ってあげてから解除になってから後ろにグッと押してあげて、そしてまた前に戻ってくるような形になっています。これが面白いですね。でさらにもう一回こちら握ってあげてしっかりロックをかけると、もうデスクワークの時は後ろに行かないよっていうことになります。で3段階あります。これ125度一番マックスなんですが、途中のねところで止めてあげると、よいしょ、ここですね。こちらね途中の角度は112度です。ちょっとねゲームとかをやるときにちょうどいいような角度になってます。あとね音楽聴くときとかもいいかもしれないですね。とてもいい角度です。こちら左側の方についているレバーです。ここをしっかりね握ってあげるとロックされて、そしてもう一回握ってあげるとロックが解除されます。6個目の調整はアームレストの高さ調整です。ここのアームの下にボタンがあるのでそこを握ってあげて上に持ってってあげることによって高くすることができます。これは3段階あります。今ね一番上まで持ってきました。でもう一回押してあげて、よいしょ、かけてあげると2番目、そしてもう一回押してあげて離すと3番目になります。でこれは右と左でね違うので、右だけこう上げていくことも
できます。こんな感じでね、ちょっと違う作業をするときにはこういうこともできるようになっています。こちらのボタンでアームの高さ調整ができます。ここを押してあげて離す、そうすると2段階目で、また変えたいときは押して高くして外す。これだけで簡単に調整ができます。7個目の調整ポイントはアームレストの角度です。こちらの角度4段階に調整することができます。で今一番開いた状態で外側に開いてる状態なんですが、これをですねカチ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 4段階調整することができます。1、2、3、4、角度横だけでなく前後にも調整ができます。はい、こんな感じで結構の幅動きます。では最後8個目の調整ポイントはこちら、首のヘッドレストの部分です。ネックサポート調整になります。一つが角度、一つが高さを調整できるようになっています。まずね、高さ調整のやり方なんですが、ここですね、そのまま本当に上にこうググッと上げていってあげたり、そして逆に下げていってあげるっていうことで簡単にできるようになっています。これもね、好きな場所でこうやってちょっとずつここら辺かなみたいな感じで止めることができます。でもう一個が角度ですね。今は高さやったんですけど、今度角度です。前に倒したりとか逆に後ろに倒したりとか、こういうことができるようになっています。さらにね、下に下ろしてあげるっていうこともできるので、結構これで角度をいろいろね変えてあげることができます。みるみるランド。ではね、実際に使うシーンで考えていきたいと思います。こんな感じでね、ワークデスクがあってここの前で作業しようとした時に、ちょっと私の身長からするとこのデスクの方が高いので、椅子の座面も高くして合わせていきたいと思います。ここさっきの調整ボタンを握ってあげて、どうかな、あ、そうするとちょうどいいですね。ここに来ました。でさらにこのアームレストを2個目ぐらいに、あ、2個目にするとで、ちょっとこの角度を内側に、あ、内側に入れてあげるとめっちゃサポートされてる感じがしますね。おー、で、こういう感じでできますね。これはすごいいいです。で、あとね、今調整しててもそうなんですけど、椅子がすごく安定しているので使いやすいです。で、この後ね、まあ1時間ぐらいやったとしましょう、目が疲れましたと。で、その時にこうリクライニングしてあげて、さらにここでロックをします。あ、これすごい。さらにこのヘッドレストの角度をですねちょっと上げてあげるんですよ。そうするとこの首、頭がねすっごいサポートされた状態でゆっくりね広げるんです。この首のなんか後ろの突っ張りがなくなって、ゆったりと頭を預けることができるようになってます。これね、新幹線とかにも欲しいぐらいいい感じですね。でまたちょっとこの前に伸ばしてこうね、やってあげることによって、今度はこの腕の重さが全部ここに預けられるんですよ。これすごいな。あ、さらにこれいい。ちょっと上げてあげて、さらにこの腕の重さをここのアームレストにしっかりと預けることによって、ここの肩のこわばりがすごいなくなりますね。なのでこの状態でお昼寝できる、これめちゃめちゃいいですね。で、はい、仕事モードになりますって言ったら、またこうね一回解除します。そして一回後ろに倒してあげてからの戻ってきます。でさらにまた引いてからの内側にして、ヘッドレストも元の位置がいいかな、戻してあげて、それでねまた仕事に戻っていくことができます。はい、こんな感じですね。いろんな体型の人とか体重の人ももちろんなんですけど、同じ人がどういう状態で作業したいかによってもちょっとずつね変えられるっていうのがすごくいいなって思います。はい、ということで今回ゾーベイのザイチェアフィット、どんなところにでも使えるようなオフィスチェア紹介してきました。このね8個の調整ポイントがあることによって、いろんな人の体にフィットして、そして楽に仕事ができる、作業ができるよっていうのがとても魅力な、ほんと高級なね椅子デザインになっています。機能性もバッチリだと思いました。気になる方はぜひね概要欄の方からチェックしてみてください。ということで今回の動画良かったよという方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。みるみるランドはインスタ、ツイッター、フェイスブックなどもやってますので、ぜひそちらにも遊びに来てください。ではまたねー。